なると、歴代のホカゲ、まとめ、初代ホカゲ、千住柱間、この葉隠れの里の創設者、最強の忍びや、忍びの神とも言われている、木遁が得意、二代目ホカゲ、千住扉間、千住柱間の弟、ルールや規則に厳しく、里を守るためなら差別もする、五形態の属性をすべて使い分け、陰陽遁の忍術もマスターした、忍びの天才、三代目ホカゲ、サルトビヒルゼン、この葉に存在するすべての術を使いこなせたことから、プロフェッサーと呼ばれていた、去年で言うと一番長く生きたホカゲ、四代目ホカゲ、波風湊、ナルトの父親、この葉の中でも、かつてないほどの才能の持ち主であり、ホカゲや三人のジライアにも一目置かれていた、五代目ホカゲ、綱で、初代ホカゲである千住柱間の孫、伝説の三人の一人、この葉歴代最高の、医療スペシャリスト、六代目ホカゲ、畑かかし、この葉の白い牙と言われた、畑作物の息子、シャリンガンで多くの術をコピーしたことから、コピー忍者のかかしという異名がある、七代目ホカゲ、渦巻きナルト、四代目ホカゲの息子、九尾の陣中力、陸道仙人である大筒木羽衣の次男、大筒木阿修羅が転生した人物、死ぬほどサラブレッドの主人公。